はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩ファイティングソウルの動画撮ろうと思います。ということで、メンテ明けね、新装備登場ってことで、チャンピオン装備っていうのと、あとね、まあ東洋太平洋王者、アーニー・グレゴリーが登場しましたね。まあ宮田くんと戦ったあのブラッディクロスでカウンター封じるっていうタイプ、人ですね。で、属性は技か、なるほど。ちょっとね、こっちの新しい、王者の拳っていうね、チャンピオン装備登場っていう、こっちから先に見てみようと思うんですが、これに関してはね、パッシブスキル最大強化時、戦闘時に味方全員の体力、攻撃力、防御力が 34.5% 上がるよってことで、なんか強いねって思うんだけど、チャンピオンと、剣玉を使用してパッシブスキルを超強化、実戦総合力を大幅に上げる特別装備だよっていうことで、まあじゃあどうやって手に入れるんだいっていう話なんだけど、まあどうやって手に入れるかっていうのをここでね、なんか、どこだっけ、こっちか、ああここに書いてあるのか。パッシブスキルは、チャンピオン剣玉を売却して、王者の、なんだこれ、新乱、ちょっと漢字がわからんけど、ポイントをゲットして、交換すると強化ができるよということで、これ王者の拳自体はこれ どこで手に入るのなんか説明を見ると、なんか星6剣玉を売却してくれみたいなことが書いてあって、まあ、強化時、これあれなのかな、ガチャから出てくるけど強化では星6剣玉売却なのかな。あ、そうだね、チャンピオン装備自体はガチャから出ますよっていうことだね。チャンピオン装備を狙うなら超装備祭っていう風になってるので、ここでね、一応ガチャからは手に入るけど、強化するには、星6の一歩を売却してくれってことみたいですね。ちょっとね、そもそも普通に一歩が欲しいっていう話なので、これはね、まあ手に入れとく分には構わんのだけど、だろうけど育てられないかなという感じですね。でね、一応剣太祭りの中にアーニー・グレゴリー入ってますよと、そして、さっきのチャンピオン装備が超装備祭りの方にも入っていると。まあ剣太祭りで装備も手に入るから、どっちでも出るよってことみたいだけどね。ってことで、まあ今回はね、この無料ガチャね、4つ引いてみようかなと思います。こっちには入ってないのかな。星6装備ってなってたから入ってないね。星5までしか書いてないから。はい、ということで、まあ普通の装備ガチャ無料分からいきましょう。はい、まあこれはね、別に何も出なくても構わない次行きましょう。普通の剣玉ガチャ、これも行きましょう。一応ね、アーニー・グレゴリーはこれにも入ってるはず、今までの流れで言うと。はい、一応星5があるので見届けましょう。もしかしたらね、ここでアーニー引き当てられるかもしれない。違った。はい、じゃあ続いてどっちから引こうかな。装備祭りから引きましょうか。1回無料いきます。さあどうでしょう。とりあえずね、星5があるかどうか、ない。はい、残念。あれ、ちょっと待って、これですね。まあレベル1の状態だと 10% ずつアップか。 10% アップでも全然強いけどね。はい、じゃあ続いて剣太祭り引きましょう。まあ今回はね、アーニー・グレゴリーなので、そこまで必死に、あ、ちょっと待って、アーニー・グレゴリーなのでそこまで必死に追うかっていうと、そうでもないんだけどね。むしろね、こっちの星6一歩が欲しい。星6一歩の確率だけ確認しましょうか。剣太マーク 0.1% ですね。 0.1% か。はい、じゃあ行きましょう。早速無料分。
行け。さあ一歩こい一歩、アーニーでもまあいいけど一歩。さあどうだ。あーまあまあまあいいでしょう。新キャラなんでね、ゲットしたのは良かったな。で、もう一個装備が、それはまあちょっとメダルかな。なるほど。どうしようかな。今回ね、無料分だけでやめとくつもりだったんだけど、まあ、5回まで割引されるっていうのと、おまけで石が返ってくるのを考えると、もうちょっとだけ引いてもいいかなという気持ちも、してくるね。一応ね、剣石に関しては、75% で300-500ぐらいは返ってくるのか。で、5% で1000返ってくると思うと、まあ2500で1000返ってきたら1500だから、半額ぐらいで引ける可能性もね、 5% ぐらいあるという感じなので、まあちょっとね、一歩狙いで引いてみてもいいかもなっていう感じですかね。あ、どうしようかな。まあアーニーは引けたんだけどね、どうしよう。でもね、狙うならもうちょっといいガチャありそうな気もするんだよね。どうしようかな、今後来ないかな。あ、ちなみにね、昨日初めの一歩ね、新刊が出たっぽいんですが、まだちょっとね、本屋に行ってないので、明日あたりね買ってこようかなと思いますという感じかな。あー、どうしよう、もう一回だけちょっと引いていいか。行きましょう、行け。さあどうだ。あのね、剣石返ってくるでも構わない。さあ、お、とりあえず2個ある。はい、あー、宮田くん、アーニー、まあ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 、この2人が出る分にはそんな悪くないんだけどね。300か。300か。もう一回行きましょうか。なんか止まんなくなっちゃいそうだよ。さあどうだ。とりあえずあるね。一個か、一歩来い。あー、マシバ。まあまあまあ、マシバもね、まだ星5のままだったので、悪くない。おー、あ、これいいね。赤はね、初めて、まあニューって出てるからそうなんだけど、これでね、あの赤を緑揃いましたね、装備。あ、これは嬉しい。あ、やってよかったな。そろそろ一歩も来ないか。この調子でちょっと調子によってアーニー・グレゴリーの時に石減らしちゃうのは良くないと思うんだけど、もうちょっとだけ。一歩が欲しいんだ、むしろ。さあ、あと2回チャンスがあるが、さあどうだ。あーあー、なるほど、めちゃめちゃ力が来るね。お、2000、嬉しい。あ、やった。あ、これならもう一回引いてもいいや。次の分500で引いたようなもんでしょ。さあ来い。あ、2000とか出ると嬉しいね。よし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 。さあ来い。そろそろ 0.1% を頼むよ。来い。あー、マシバか。装備は、あー、なるほど。あれ、これ緑の星のやつじゃん。あげられるね。オッケーオッケー。まあここまで引いたらラスト引いちゃいましょうか。装備も結構いいの出てるからね。さあ来い。割引ラスト。とりあえずある。さあ、おし、ワンポ、アーニー、ゴルグ、あー、伊達さんか。まあ一歩はね、昇格的な演出はないからね。あ、500ですね。まあそんなに悪くはなかったけど、めちゃめちゃ欲しいとこは引けてないっていう、そんな感じかな。
はい、まあ、とりあえず、アーニーを、そういえばね、なんとなく星3とか4の人たちもね、連携に入れてみたんだけど、すげえ弱くてびっくりした。まあ、それは、後でちょっと、機会があったら見ましょうか。今は、とりあえず、アーニーに、ボクシングが好きだ。お気に入りして、僕はそのことに気づいたんだ。で、それだけで、まあ、とりあえず、どこでだって戦える。2にしておきましょう。はい、ブラディクロスね。そして、宮田くん引けてたと思うので宮田重ねましょうか。宮田を、まあ、1人か、プラ4にしました。あと誰引けてた。マシバが、3人来てるから一気にプラス3。 OK。あとは、木村も引いてたね。木村引きました。 OKOK。 まあ結構強化できたかな。あとね、ワンコとかもね、素早さ上げたいんだけど、ちょっとね、サポートに進化の像どこまで突っ込むかっていう話になるとね。11まであるけど、まあ、ちょっとここは保留かな。はい、そんなとこですかね。あー、そっか、これあれだな、レベル5まで上げれば、あ、違うな、大将剣玉を1体ずつ、同時編成、編成中のアニグレゴリーに、効果戦闘時味方全員の素早さ 5% 上昇。ん？これなんかちょっと説明がよくわからんぞ。あ、15まで上げないとダメなの？それはちょっと無理だわ。あ、そっか、デッキに2人セットで入れると、全体1%アップとか、5%アップもあるけど、まあ、普通の、常時発動するやつっていうので言うと15まで上げないとダメなのか。これちょっと15は厳しいな。死刑執行もこれもあれか、15まで上げてねなのか。15はちょっと遠いっすね。でチャンピオン剣玉は持ってないと。まあこんなところかな。ボクシングが好きだ。こんな声なんだ。そのことに気づいたんだ。こんな声でそれだけでっていう。どこでだって戦える。あれアーニーって、あれアーニーグレゴリーって別にアニメではあれどうだった？あんまり覚えてねえな。まあ、とりあえずね、新キャラ自体はゲットできましたが、ワンチャンね、星6チャンピオン剣玉出ないかなと思って。まあ、割引分まで引いてみたんですが、結果としてそこは引けませんでしたって感じかな。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。